1992年9月11日、ハワイに総額30億ドル以上の損害をもたらしたハリケーンイニキ中部太平洋ハリケーンセンターはアメリカ合衆国国立気象局の一部門である。太平洋北中部海域で発生する熱帯低気圧やハリケーンに関連する気象現象の追跡及び予報の発表業務を任務とする。 当該海域のハリケーンシーズンは6月1日から11月30日まで続くとされている。ハーイ州ホノルルを本拠とし、CPHC はハーイ大学マノア港のキャンパス内にある国立気象局のホノルル速攻所と協力している。ホノルル速攻所は中部太平洋地域で熱帯低気圧が発生あるいは他地域から侵入してくると c p h c と共同で予報業務を取り行う。1970年のハリケーンシーズン以降、それまで合同台風警報センターが担っていた当該地域のハリケーンの観測、予報業務を c p h c が引き継いでいる。中部太平洋ハリケーンセンターは管轄区域で発生したハリケーンには伝統的なハワイの名前を命名している。 以下の4つにまとめられたリストから選択して命名する。1列目のリストにある名前を使い切った際には、2列目のリストへ、続いて3列目、4列目と移り、1列目に戻る。大西洋と太平洋東部における名前リストとは異なり、当概念の最初のハリケーンは必ず、A の名前から命名するという決まりはなく、翌年のシーズン最初の名前は、 前年の最後の名前の次から命名される。ありがとうございます。